はい、出会い頭近藤選手を倒せれば、はい、グラウンドに持ち込めればチャンスはもうその時に出てくると思いますね。なるほど、不動心近藤、王者が必死です。さあ王者菊田、このラウンドに決めたい。ちょっと菊田選手の顎が上がったの気になりますね。まあでもこれ菊田が集中した時にああいう風な表情も見せるんですよね。口をちょっと開けたような。果たして苦しくてあの表情、口が開いているのか。さあその自陣の方に引っ込むような形になりますが、逆に押し込んだといった方がいいでしょうか。今度ももに蹴りを入れていきます。今マウスピースが落ちましたね。どちらでしょうか、菊田の方か、マウスピースが。あの菊田選手を殴るとき顎が上がってるんですよ、ですから近藤選手のパンチがそのカウンターで当たってしまうと、ちょっとぐらつく可能性はありますね。ここも間合いがあります。近藤の時打撃、近藤のパンチの回転今日は早いですね、ちょっと、あそうですか。さあ今度は首相撲から膝を入れていきます。押し込んでいって顎を上げるようにボディフック、ボディアッパーです。あの1ラウンド目に比べると菊田選手の状態が上がってきてますね。そうですね、ですからちょっと組みついて、まあ、この状態から倒すのはちょっと難しい。さあ倒すか、いやここはこらえた、いやこらえたというより、まあ、ロープをちょっと使っちゃいましたね。ここから倒すんであればもう内掛けとかですね、外掛けぐらいしかなくなってきてますね。まあ、いわゆる船木さん、確実に仕掛けているのは近藤ですよね。そうですね、差し合い頑張って。ここは郷野から差し合い頑張ってという言葉があります。いやここもレジ込んできますね。だんだんですね、菊田選手の体の力が入ってきてなくなってきてるのがボディのせいだと思いますよ。あと右膝の内側打ってますからね、近藤が何気に。ちゃんと入ってますね、これ何回もやられてるとだんだんそのスタミナがなくなってきますんで。そうですね、まあ、特に船木さん、王者菊田の心配なスタミナですよね。そうですね、しっかりと呼吸ができなくなってきますんで、その辺も考えて近藤作戦立ててきたんじゃないですかね。そうですね、ボディ結構集中してますね、今回顔よりボディの方が多いですもんね、それは多分菊田選手も結構意外だったんじゃないですか。まあ、このラウンドは安田さん、本当にこう近藤のアグレッシブなところが目立ちますもんね。しか目立ちませんもんね。で今言われたようにね、ボディ狙いっていうのはもう集中してやってますから、テーマ決まってるんですよね、やっぱテーマ決めたの強いですよね。この何気ない菊田選手の近藤の左の膝ですね、このシーンですね、足をスッと、これです。これでね、相当嫌がってるっていうのは分かりますよね。なるほど、膝を打たれたくなくて足を上げてるってことなんですね、今もそうですかね。そうですね、体を半身にしました。すなわち近藤の左の膝が入りやすい位置ではありますが、まあ、正直でもう本当サンドバック状態ですよね。いやこれもそうだ、左のパンチも入れていく、うまいですよね、チラシカとかね。そうですね、船木さん、圧倒的にこれ近藤の打撃の精度も上がってますよね。そうですね、しっかりと力抜いてからインパクトでバーンと当ててますんで、かなりボディ効いてると思います。近藤の力うまく抜けてますよね、打撃の時にインパクトだけ抜いてますよ。つまりこれだけ近い間合いで、もう距離は短い打撃でも効くということですね。そうですね、当たった瞬間にその胃袋の中にこう剣を練り込むような感じですね。まさにこのパンチもそうです。今度は脇腹レバーの当たりです。溝打ちの下どうぞ、入りましたね。さあ離れ際パチッ、今度見ている王者、消えた、アンパが消えた、王者ピンチ、切ったピンチ、距離を取りたい切った、そこに今度は冷静に相手の目を見せながら距離詰めていくパンチ。山田さん、これ嫌がりましたね。本当に嫌がりましたね。その前のレバーが効きましたね、膝で。そうですね、さあ会場からは近藤コール、いや菊田コールもそれに対して出る。さあ自ら引っ込むような形か、いや近藤が倒しました、倒しましたね今ね、はい、飛んでません、失礼しました。安田鶴亮さん、はい、王者大ピンチです。そうですね、ただ菊田選手ここからいろんな技ありますんで、それはもうくれぐれも注意しないと一発逆転ありますよ、なんといっても山田さん、このしのぐという意味では菊田も譲らないものありますからね。菊田選手にしてみればさっきの立っている状態よりも今の状態の方がまだ落ち着いていると思いますよ。ああそうですか、残り時間30秒切りました。第2ラウンド、今皆さんこの戦いで熱くなってますけど、はい、控室でこの2人の戦いよーくロックオンしてるやつが1人いますよ。というのはアルメイダですね。先ほど試合を終えたばかりのヒカルド・アルメイダ、
この次王者にどう挑もうか、そう考えて見ているんでしょう。そしてファンクラスイズムのメンバー、まあ、船木さんの言葉もありました、特にこの試合にどう感じているんでしょうか。ボディにパンチ入れていきます。距離を取るか。ここで第2ラウンド終了です。さあ船木正和さん、はい、危惧していたスタミナが心配された菊田、最終ラウンドになりますね。そうですね、ちょっとこれはもうかなりここから挽回するためには、もう本当にグラウンドで一発勝負しかないですね。そうですね、はい、ただもう3ラウンドまで入ってしまいましたので、はい、逆に近藤選手からタックル取れるかどうかっていうスタミナが残ってるかどうかも分かんないですね。もうあなるほどね、だからもう防戦もう本当するのが、防ぐのがもう精一杯かもしれないです。そうですね、はい、山田さん、ただ逆に、はい、チャンピオンとしてここでもう切った早苗っていうその男を見せてもらいたいですね。そうですね、もう殴り合いしてもうぶったるともいいんで、もう本当にもう殴り合ってほしいですよ。まあ、ここまで切った王者切った早苗はファンクラスの中で特別ルールのムリーロブスタマンチ戦以外、山田さん負けがないんですね。ないですね、その王者切った早苗が最大のライバルが相手だからこその最大のピンチを迎えています。そしてエース近藤勇樹象徴となるか。さあ白いスパッツが王者切った早苗って左もらった。近藤勇樹効いています、効いています、効いています。レフリーが試合を止めた。近藤勇樹エースから象徴へ、近藤勝利。バッティングじゃないですか。あ、バッティングですか、バッティング近いですね、バッティングだと思うんですけどね。はあ、はあははあ、まあ、しかしレフリーは止めて、キッタもそれにまあ違うよっていうようなアピールはないですけどもね。おそらく近藤選手が打ちに行った瞬間に、キッタ選手横向いたんですよ。はあ、はあ、はあ、その時に近藤選手が頭が当たったような気がします。これスローが、まあ、横の準備できれば見てみたいと思います。あ、このシーンですね、見てみましょう。スローです。あ、左入ってますね。入ってますね、あの完全に切ったが、もう繊維を喪失したかにも見えました。あ、そこからじゃちょっと見にくいんですね。安田閣僚さん、はい、もしかしたらですよ、もしかしたらこれ骨折してるかもしれないですね。ははははは、 目の下ある